受験生の皆さん、お元気ですか？ヨゼフです。今回は、英文法基礎講座、第6回として、協調のための統置について、解説します。この統置は、大学入試に品質しているのですが、よくわかっていない受験生が、多いのではないかと考え、動画にまとめてみました。では、始まり。はい、それではですね、英文法基礎講座第6回として、協調のための統置について説明します。大学入試にはですね、とてもよく出題されている内容です。ほとんどの受験生があまり気がついていないと思うのですが、大学入試によく出る統置の分かりやすい例として、ハードリーフェンというのがあります。で、自称ジーニアス英和辞典でハードリーについて調べてみますと、ハードリーフェンとして、点々するとすぐ何々、とこういう例文がありまして、まあ、有名な構文がありまして、例文見ますと、1番、ハードリーハードシー started when it began to rain。これは普通の語順で言いますと、シーハードハードリー started when it began to rain なんですけれども、意味は一緒で、彼女が出発した途端、雨が降り出した。で、問題は、丸1のその黄色い方の部分ですけれども、その黄色の部分を含む英文の出だしの Hardly had she started の語順について今までに真剣に考えたことがありますか？はい、ということで Hardly をですね、辞書で引いてみました。準否定語ほとんどない。で、Hardly had she started when it began to rain。先ほどと同じですが、彼女が出発した途端雨が降り出した。丸一の文は強調するための統置で、否定語または準否定語、この場合 Hardly なんですが、それを文頭に出し、その後に疑問文と同じ語順の統置が続くのです。過去完了の疑問文なので、had she started という統置になります。はい、同じようなですね、疑問文と同じ語順の統置がいろいろあります。で、まあ、また辞書で調べていくんですけれども、Never をですね、ジーニアス英和辞典で調べてみますと、I've never been to Paris。私はパリへ行ったことがないの文の後に、語法として、Never を文頭に置くと統置が生じる。Never have I been to Paris ですね。3番もですね、これちょっと私が作ってみたんですが、Never have I seen such a beautiful girl。 普通の語順だったら I have never seen such a beautiful girl なんですけれども、私は今までにこんな美しい少女に会ったことがありません。 Never を文頭に置きますと、まあ、現在完了、I have seen のとこ、 I have been とか I have seen のところが Have I been とか Have I seen というふうな語順になるのです。もちろん疑問文と同じ語順という意味で統置なんですね。はい、ここまで説明した内容はですね、いろんな準否定語、否定語について生ずる統置なんですけれども、リトルについてもですね、同じくジーニアス英和辞典で調べてみました。リトルは副詞で、3番目の意味に文語表現なんですが、動詞の前で全くない、少しもないという意味です。リトル did she dream that she would marry Joseph。これ普通の語順で言いますと、She never dreamed that she would marry Joseph で、ヨゼフと結婚しようなどと彼女は夢にも思わなかったの後で、リトルを文頭に置くと統置構文となるというふうな説明がついていました。はい、まあ、代表的なですね、準否定語、否定語について今確認しているところですが、soon の中にもですね、no sooner というのがありまして、皆さんご存知かと思いますが、同じくジーニアス英和辞典で調べてみますと、no sooner had he gotten home than it stopped raining ですね。He had no sooner gotten home than it stopped raining で、彼が家に帰るとすぐに雨が止んだ。これは as soon as の構文でも書き換えが可能。as soon as he got home, it stopped raining。で、その後にですね、辞書の説明として文頭にの sooner が来ると脅威的となり統置されるということで、脅威用法、協調のための統置ということで説明しました。
はい、今回の動画はこれで最後なんですが、ちょっとややこしい内容で、丸6の例文見てください。Not until the party was over did she appear. これ元の文はですね、She did not appear until the party was over っていう英語でした。彼女はパーティーが終わるまで姿を現さなかった。で、その米印、アステリスクのついている英文の黄色の部分を、not も含めて黄色の部分を、準否定語句または否定語句、まあ主語動詞入ってますから説なんですが、を前に出して、残りの部分を疑問文と同じ語順にしています。ちなみにですね、その星印、アステリスク、米印、何でもいいんですが、Until the party was over の部分を It that の強調構文で強調しなさいっていう問題、昔にあったんですが、この時ちょっと難しくて、Not の場所が難しいんですが、It was not until the party was over that she appeared というふうに書かなければいけなかったのです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいねと、チャンネル登録を。よろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。